デデドン。ハロー、エブリニワン。どうも、ニワトリニワ。さてみんな、先週の日曜日にあげたニワトリ食堂の動画を見てくれたにわかんねえ。ニワトリ食堂の動画は今回からエンターテインメントのカテゴリーに投稿しようと思うから、料理で探してた人は注意してにわ。でまあこちらのニワトリ料理研究所もそのまま週1ぐらいで続けていこうと思ってるには、こっちは料理カテゴリーで投稿していくにはね。それでまあ今回やろうと思ってるのは、タイトルの通り、まあにわが考えた究極のチャーハンの作り方というか、まあちょっと実験を兼ねてるにはけどね。でまあやっぱ究極のチャーハンっていうといろいろ、まあチャーハン自体はいろいろあるけれども、みんなはどんなものを思い浮かべるにわかね。にわが考える美味しいチャーハンの条件としては、やっぱりパラパラしてて美味しい、もうこの2つにはね。まあ中にはね、あんかけチャーハンみたいなパラパラしてないチャーハンもあるけど、それはまあ今回置いといて、でまあ今回その2つを目指して作っていくにわけども、今回ご用意した食材はこちら。非常にシンプルにしたには、やっぱり具材が多いと具材からね、やっぱり水分が出ちゃってちょっとビチャビチャみたいなしっとり系のチャーハンになってしまうから、なるべく必要最低限の具材でやっていこうと思うには。でまずこちら、ジャスミンライスにはね、一応水につけて吸水させておいたには。でこちら、卵2つにはね。でこちら鶏皮にはね、まあ、チャーハンの具材の中でお肉って結構重要な位置を占めるにはけど、みんな何の肉を使ってるにはかね。まあハムだとかベーコンだとかミンチ肉だとか使ってると思うにはけども、チャーハンってあのチー油っていう鶏皮をまあ焼いて出た油を使うとなんか美味しくなるって聞くじゃない。だったらもう鶏皮をお肉として使えばええんちゃうかなと思って、今回こちらの鶏皮を用意したには。だから今回チャーハンのお肉は鶏皮なんだね。チー油も取れてお肉も賄えるから、一石二鳥ってやつにはね、まさに一石二鳥、取り出し。でこちら青ネギにはね、白ネギの方がなんかレシピ多い気がするんやけど、やっぱり白ネギも炒めるとね結構水分出るし、で炒めた後あんまりネギとしての存在感ない気がするんよね、あいつ。でこの青ネギだったら食べる直前というか、まあ、出来上がり寸前に、まあ、刻んだやつを入れれば結構ネギの風味するし、でこいつあんまり水分ねべちゃっと出てこないから、チャーハンにはこっちの方がいいんじゃないかなとニワは思ってるニワ。であとはまあ香り付けにちょっとニンニク一かけらぐらい入れようかなと思ってるニワね。だからすごく非常にねシンプルな具材でねやっていきたいと思うニワ。それではレッツニワチング、コッコー。はい、それではまずお米を炊いていくニワね、こちらジャスミンライスニワ。今回はまあ水取り用じゃなくて普通に炊飯していくにわかんねえ。でまあお米これ1合なんにわけども、まあ大体お米1合には水200ちょいミリリットルで炊くのが普通にはね。でも今回は150ミリリットルぐらいで炊こうと思うにはマイナス50か60ミリリットルぐらいの水分にはね。では炊いていくにはコッコー。はい、それではお米を炊いてる間に鶏皮を焼くとともにチー油を作っていきたいと思うにはね、まずは中華鍋をカンカンに熱するにはで、熱したところに油を引いていくにはね、まあ油いっぱい出るからいらん気もするんやけども、やっぱりこれをしないとくっついちゃうにわからんね。でまあなじませて、そしてこの鶏皮を投入していくにはで塩コショウしていくにはね、コッコー。はい、でまあパリパリになったらちょっとお肉はサルベージして、この刻んだニンニクと鷹の爪を軽く炒めて、まあ、風味付けをしていきたいと思うにはね。それではニンニクくんパラパラパラ、まあ弱火に言うてもまだまだ温度は高いにはね。ニンニクのいい香りがするには、で
そこに鷹の爪も。まあ、なんかペペロンチーノみたいになるね、これ。まあ、あんまりやると真っ黒になっちゃうから、もうすぐに引き上げちゃう。にはね、この炒めたニンニクと鷹の爪も、最後の方でチャーハンに混ぜましょう。はい、これで、チー油が完成したにはね。うんうん。それでは、本題のチャーハン作りに移行するには、火を強火にしてチー油を温め、で、そこに溶いた卵2つを入れます。で、そこに先ほど固めに炊いたジャスミンライスも投入。で、よく炒めるには、ちょっと油多いかもしれへん。で、まあ、一回試しに作った時に、ご飯2合分ぐらいで作ったんやけど、やっぱり少量ずつ作った方が混ぜやすいし、火も通るし、パラッとすると思うには。鶏皮つまみ食い。香ばしいには。まあ、パラッとしてきたにはなんねん。ちょっと味見をして、味はほとんどないわね、では塩と、まあウェイパーとかやればええんやろうけど、買うの忘れたりは、鶏ガラとかも入れましょう。まあ、チー油やから相性ええんちゃうかな。では最後の味付けとして醤油を鍋肌にたらーっとして、香りですね、おまけ醤油の香りがするいいわ。そしたら具材を入れてくるのは何ね、こちらの長ネギたっぷり入れるのは何ね、あんまり具材ないし、パラ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 、もはやネギチャーハン。白ネギより長ネギの方がなんか緑だし綺麗になるね。そんでこちらのさっき揚げたガーリックと鷹の爪も戻して、でこちらの鶏皮、ほい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 、こんな感じで。それでは盛り付けを、パラ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 、ちょろ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 、はい、にわが考えた究極のチャーハン、エントリーナンバー1番鶏皮のチー油チャーハンには、自食コッコー。それではこちら鶏皮のチー油チャーハン食べていきたいと思うにはね、いい感じのパラパラ具合には。それではいただきます。シンプルにチャーハンって感じのお味で美味しいにはね。で、まあ鶏皮もパリパリやし、香ばしくて美味しいには結構いいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとね、油がいっぱい入ってるからカロリーは気になるところやけどね。まあ、気になる方はチー油をちょっと減らすとかした方がいいかもしれないにはね。で、まあ材料費的にも鶏皮自体はそもそも安くて1パック100円ぐらいだったにはね。で、長ネギも全部使ったわけじゃないから150円だったんやけど、その半分ぐらいにはかね、75円とか。で、まあ、卵もまあね、そんな高いものじゃないから、2玉数十円。だからまあ、だいたい300円ぐらいで作れるんじゃないのかね。これだけじゃなくて、まだちょっと鍋に
残ってるんだけどね。だからコスパも結構いいにはね。ひき肉とか使うとちょっと上がっちゃうけど、鶏皮やから本当に安くできるには。コッコー、はい、ごちそうさまでした。まあお味としては本当にシンプルにチャーハンって感じの味で美味しかったにはね。まあ星で言うと普通に美味しいやから3かな。でもまあコスパを考えると、4あげてもいいかなって庭的には思うにはね。そんな感じには、まあチャーハンには本当にいろいろ種類あるから、これからも究極のチャーハンを目指して、まあたまーにやっていきたいと思うにはね。そんな感じで今回は終わりには、それでは米返しへ、ゴーゴー。米返しコーナー。お麺こわ。とっても愛らしいにはね。かっこ圧力。ちゃんちゃん焼き大好き人間かよ。別にそういうわけではないには。左の機械なんだろう。 IC レコーダーだってば。その蜂蜜一気吸いしてものすごい胃がもたれそう。かっこ好み。にわさんの動画久しぶりに見たけど生で出てるんかい。だからにわから目を離さないでとあれほど言ったのに。ちゃーん、養生焼きが食べたいぞ。もしもしポリスメン。ニワトリは俺と結婚して子供いるからパッパよな。俺っ子の美少女ちゃんにはね。トウキビ、トウモロコシ、あれなんで呼び方違うには。パパになるならもっとしっかりしてちょ。無理にはね。過去諦め。パッパになるにはマンマが必要。幼女を幼女にすればワンチャン。もぎたてを生でかじってみてほしい。生でいけるにはか。ピュアホワイト食べてみてほしい。まるで2話の別名みたいな名前にはね。2話さんはまずオアホーリー。何の話には。トウモロコシの皮の外し方、簡単なの置いとく。アリニワッチ。その毛はトウモロコシの読めない粒の数と同じ本数あるんやで。コマ、コーンはトウモロコシの毛根だった。その状態から切れ込みの方に粒を倒せばすぐもげるぞ。なんで2は反対側に押したんやろ。この鳥蒸したトウモロコシとか食べたことないんか。全部直でかじってたのか。だいたいついばんでたにはね。トウモロコシカッター使えば簡単。あれ買おうかなと思ったけど微妙に悩む値段だったには。こんなんちょっとググればすぐ出るのに。おかしいには、ググってちゃんと覚えたはずなのに。かっこ鳥頭並みか。豚バラのニンニク味噌炒めすげえうまいよ。やっぱり豚肉の方が合うにわかんねえ。いや、スキルは置いといて材料が手に入らないんだって。そんなに難しい材料使ってなくない。180センチの標準体重は72キロくらいだよ。庭はご冗談を。前回の動画を宣伝してくれたかわいこちゃん、ピクシブファンボックスで支援してくれているスポンサー美少女の皆様、それではまた次回、バイバーイ。にわっち。